陽光、そこまでいい当たりにはなりませんでした。三森がさばいて、まずワンアウトです。ブルーバッターが多いので、高めっていうのはやっぱり要注意してるんですよね。はい、詰まった打球です。ここは塩見今宮が取りました。3番を打っています。まっすぐ打ち取ってピッチャーゴロ、しっかりとさばいた東山。ここはサードゴロです。リチャードです。決める、打ち取ったか、ショートが取って二塁にトス、一塁間に合った、間に合いました。アウトです。今宮のいいトスから三森、そして中村晃へとボールが渡っていきました。ストライクボール確認してるので、その辺ですよね。ここもインコを詰まってセンターフライ、ここも内側踏まえます。また同じようなボール、しっかりとゴロを打たせてきました。低めのストレート、150キロで三振。この回ナイスピッチング東山、三者凡退。サード正面です。リチャードがさばいています。まあ、バットの状態がちょっと良くないというふうにレフトのことは言って、そういう意味でちょっとその3人から2人でどっち構え、こんなにこう暴れるボールないんで、しっかりくるんですね。ただもうあっさりと3球で省エネピッチングで、初球打ってショート今宮の正面、三森から一塁へ、1球でも上がってくるんですかね。低めを打って、これはショート低いライナー、今宮初球カットボールモテモテ。さあリチャードが前に出る、取ってすぐ送球、アウトです。こちらベンチから拍手が起きています。どうですか今の。よく飛びついた。おっ、速球が低めいきましたがアウトです。いい反応でした東山。アウトコースいっぱい、三振でまた最後締めていますピッチャーの東山。打球先ショートゴロ、今宮空振り三振。そうですね。やっぱり最後にこうやってシンカーがしっかりこう低めに。あ、フルカウント。空振り三振。スリーアウトです。追い込んでいます。そしてバット開けただけ、セカンド三森です。しっかり丁寧に一塁を送っています。カットボール、これも二塁当たり。川瀬が一塁へ、落ちる球セカンドゴロ。これで8回までノーヒットを続けていますピッチャーの東山。空振り三振、カットボールで三振取ってきました。バッター愛、初球カットボール打ち上げた、ゆっくりボールが落ちてきました。ツーアウト。かつて千賀もここでやった記録へ。東浜先バッター、打った詰まった、セカンドの前に飛ぶ、足が速い、アウト。打者27でのノーヒットノーラン、東浜の判定をしました。ホークスでは千賀が2019年にやったの以来のノーヒットノーランを東浜が今日やってのけました。2022年5月11日このノーヒットノーラン、東浜来週の凱旋沖縄での登板へ向け大きな大きなお土産を作りました。